どうもーかえやんです。今日はですね。やってみたい活動についてお話し,したいと思います。まあ、やってみたい。活動まあ、やりたかった。勝手にやったらっていうことでしょうけども、あのー、まあまあ遊びの部分ですね。遊びの部分でこうやってみたいことですね。遊びとかまあサークル的なことですね。で。 まあ今こういう状況なんでなかなかそういう活動をしにくいんですけどもえやってみたいことまずえ本の紹介ですね本の紹介えこれはですねそういうえどういうんですかねその本自分がこう気に入ったこれ良かったよという本をねえ紹介し合うというねそういう集まりですねでこれはね僕の知り合いがですねやっていたんですね 今もやっったはるんんかかちょっとわないですけどもあのー、なかなかいいんですねいい空間なんですよほんであそういう本があるんかと思ってそこからそこきっかけからその本を買ってですねそれを読んであなかなかいい本やったっていうこともあったりしたんでほんで僕が最近ねこう小説をこう読むようになってですね、えー、まあ初めてだから宮部みゆきさんの本であったり湊、えー、かなえさんの本であったりえー 東野慶吾さんの本であったりというところでこうちょっと今読んでいるんですね。でそういう本を読んでですねやっぱいいなぁと思うとですねこうまあ、人にまあ紹介したいくなったりもしますしやっぱりそれによってねこう本によってねこう面白本の面白さってこう本読んだ人は分かってはるんですけどもそのしっかりとねこう この本読書の面白さっていうのをこう伝えるっていうのは結構難しいんですけどもそ,のそういうものをこう面白いと思っている人たちが集まってですね 自分のこういう本面白かったですよいうのを紹介し合う場っていうのはこう作,作ると面白いなというふうに思っております。まあその知り合いのね完全なパクリではあるんですけども、えー、僕は僕でちょっとやってみたいなというふうに考えております。でそこはもうアルコールはもちろんなしでやる集まりですね。まあ喫茶店かどっかをね、ええー、喫茶店かどっか場所をねこういろいろこう考えたいですけれども、まあ喫茶店みたいなちょっとこう、えー、静かな 空間でやるというよりはですね えー、ちょっとこうざわざしている感じのところでやるっていう方が面白いかなと思ったりはしてます。あとは場所ですね。その場所がこう予約ができるような場所があれば一番いいんですけども、えー、その変更を探してみたいなと思ったりはしてます。なんかね草津の商店街のところにね夜は居酒屋、えー、昼間は喫茶店みたいなところがあったような気がします。何回か僕行ったことがあるんですけど、えー、そういうところに聞いてみてもいいですし、まあそれでまた喫茶店いろいろ探してみるのも。 いいでしょうしあそれとですねその人数によりますけどもその日にちによりますけども、えー、僕の好きな喫茶店喫茶店というかコーヒー店ですね、えー、通信棒を使うっていうのも一つのこう手やなと今ちょっと思い出して思いました、うん、だから本の紹介としてそういうものをこうちょっとやってみたいなと思っておりますでえー、まあそうですね僕とあと2人ぐらい来てほしいですよね 最低全員で3人以上でこう開催したいなというふうには思いますけどもえできるでしょうかというところで参加費はもちろん無料でですねえーとそのうんえーコーヒー代は自分らで出してもらうということですねという感じですでえもう一つがですねえ焚き火キャンプ。 焚き火キャンプというかそういう、えー、これもねこうやってみたいことの一つとしてですねまあキャンプまあ1泊ぐらいのキャンプこう今1人キャンプとか結構流行ってるみたいなんですけども、えー、1人キャンプは1人キャンプでやってみてもいいかなとも思ってますけどもいや1人キャンプよりもですねこう何人かこう集まってですねほんでこうまあ えーまあ、食事も作りながらですねでこう焚き火をするで焚き火をしながらですね、えーまあ、酒なんか飲みながら、ね、ハイボールなんか飲みながらですね、えー、ちょっとしゃべるみたいなね、えー、ようなこう会,会というかそういう焚き火キャンプのをしてみたら焚き火をして焚き火を見ながらね えー、こうなんか酒飲んでなんかしゃべるいうのはこうおもろいかなと思ってるんで、えー、こういうのをこうしてみたいなというふうに思っております。でえー、もう一つがまあまあ、えー、居酒屋でこう集まるような会館ちょっとその辺うまく、あのー、しっかりと考えてないですけどもその、まあ、食を楽しむ感じでありながら、えー、いろんなお店を行って。 でですね、ほんでこうそうですね食であったり酒であったりそういうものを楽しむで場所ほんで、えー、今は滋賀県に住んでるんでその滋賀県の、えー、お店いろいろ発掘していきたいなというところでほんでこうまあうーん人数はどれぐらいですかねやっぱり3人以上集まりたいかなというところですねそういうものをこしてみたいなと。 でもう一つ、えー、やりたいのがですね、えー、サイクリングの会ですね。サイクリング、これはね一回僕やってみたんです。あのー、その時のこう、えー、知人たちとですねやってその時やったのが4人やったかな4人でこうやったんですけども僕、あまりねこうサイクリングのことしっかりわからなかったんでママチャリでねこうサイクリングして。人人の人はもう本格的なこう 自転車乗ってこられたりされたんですけども僕もママチャリしかなかったんでママチャリでええやろう思ってこう、えー、小雁をねずっと走っていって、えー、チャリンコで走っていってほんで森山を越えてであっちのこうなんかホテルとかありますよね何、えー、でしたっけこう有名なでかいところがありますよね安の方かなそっちぐらいまで行ってそこで、えー、昼ご飯を食べてですね えー、これは初めね近江八幡の方まで行こうと思ってたんですけどもこれは無理やなということで、えー、そこで引き返してですねであのー、あとはもう、えー、ジョイフルかどうか行ってねで喋ってたっていう感じやったんですけどもこのねサイクリングの回でもう そのママ、まあ、チャリじゃないもうランク上の、ねえー、自転車を集めてです、ね、そのやるという。で、えー、自転車屋にね、こう自転車借りれることができるかと、こう自転車屋いろいろ回ったんですけども、えー、4人とかのそういう専用の,、ねえー、あの自転車を貸してくれる場所は、えー、なかったんですね。でなかったんで、こう僕はママチャリでということで。で そういうい形にしましたほんでケツがむちゃくちゃ痛くなるっていうのもその時に分かってですねあなかなか大変なんだなということが分かりましたで本格的にやり出すとまたお金もかかるし時間もいろいろあれになってくるんでもうちょっと軽い感じライトな感じの、えー、サイクリングの買いですね、えー、こういうのをこうしてみたいかなというふうに思,っ思いますであとはねこうジョギングですねまあ えー、走る、えー、会,会みたいなもんをこうちょっとしたいかなとでこれに関してはねこう例えば毎週とかやりだすとちょっと僕も無理なん時間的に無理なんで1ヶ月に1回ねこう集まってわいわい走ってっていうようなこう日を作りたいなというふうに考えております。 うん、まあ、えー、やってみたい活動としてはそんな感じですね。だからやってみたい活動、えー、まず本の紹介ですね。本の紹介、えー、焚き火キャンプ焚き火キャンプですね。で食べる食べ,食べよう会みたいなね、えー、お店を発掘してこういろんなところを食べ歩きするという会ですね。でサイクリングですね。 サイクリングの会ですね。ちょっと軽いライトのもと緩めのサイクリングの会ですね本格的なやつじゃなくてね、えー、だからこう、まあ、お子さんと親子でこう参加できるような感じの会でもいいかなと思ってます安全はすごく考えてほでちょっとその回る、観光するような感じですね観光って言ってもその滋賀県なんであの知ってる方がおられるでしょうけどそれでもなかなか行かないとこへこう行ってみたりとかね、えー、するのもいいかなとうん。 草津塾とかね、えー、あの辺とかもね結構面白いと思うんでね面白いというかなかなか見る機会ないんでそういうところを見て回るようなでサイクリングしながらそういうところを見て回るというような回ですねそれと、えー、走る回ですね走るジョギングの、えー、ランラン回というかなんかわかんないですけどもそれはこう、えー、マラソン大会ありますねあれのむちゃくちゃ縮小版の形 大きくしたらマラソン大会になるんじゃないかみたいなことのやつをやってみてもいいかなと思っております。ほんで、人数集まれば、こう、用、え、意、ー、挑んでスタートして、1位の人には賞状渡したりとかね、なんかこう、いろいろ記念品渡したり、参加費とかね、参加費じゃあ、参加賞とかね、いろいろこう作っていってやっていけば面白いかなと思います。えー、ということで、今日はその、それだけですね、えー、僕がやってみたい活動についてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうも、ありがとうございます。